イグナイトレブ、ダイレクトイグニッション車は装着されている点火コイルの限界により点火火花が弱い傾向にあります。イグナイトレブ、イグナイトレブを装着するだけで弱い点火火花を数十倍にアップさせ、エンジン性能を十分発揮させることができます。イグナイトレブとノーマルコイルとの火花の強さを比べてみましょう。左がイグナイトレブ、右がノーマルコイル。ご覧のように明らかに火花の強さに差が出ています。続いてノーマルコイルと他社製品との火花の強さを比べてみましょう。左がノーマルコイル、右が他社製品。ご覧のように火花の強さにほとんど差がありません。先ほどの他社製品とイグナイトレブではどうでしょう。左がイグナイトレブ、右が他社製品。ノーマルコイルと同様に明らかに差が出ています。イグナイトレブは単に点火火花を強くするだけではありません。1回のスパーク時間を長くすることができるのです。ではオシロスコープによる点火時間の比較をご覧ください。イグナイトレブを装着することでスパーク時間がノーマルコイルに比べ 1.8 倍となります。1回のスパーク時間を長くすることで燃焼効率が良くなり COHC が減少します。またトルク感が増大し燃費も向上します。装着はノーマルコイルを外し交換するだけのオンコイルタイプと、現在使用されているノーマルコイルを加工するタイプがあります。装着による効果、点火火花を大幅アップ、点火時間をノーマル比 1.8 倍にアップ、中低速トルクアップ、レスポンスアップ、燃費アップ、 COHC を大幅ダウン。世界初ダイレクトイグニッション車における点火システムの革命。さあ、あなたもイグナイトレブを装着して最高のエンジン性能を覚醒、極限のステージへ。